僕だけこういう風に刺されてるんですけど、他の人はみんな首切られてるんです。神様がつけてくれたサインだよって。その上にものすごいでかい UFO というか、松木さんの遺体が現に見つかってないでしょ。別の次元に行ってしまったわけ、松木さん自身が。どのようなものが一体今釣られてる山なんですか。まあこれはズバリヒルコです。殺人とか大量殺人みたいなことを考えてるじゃないですか。スクランブル交差点行ってめっちゃ人多い時にドカーンって感じで行くよ。地獄だぞ。ドカンドカン行くで、ここで。